秋山夏子です。自分がまさかやると思ってなくて見てきてたんでちょっと驚きました。でもとてもありがたいなと思いまして、狂気に満ちたこういろいろ周りを巻き込んで失踪していくみたいな女だということはお聞きしているので、まあ、どういうことになるかなって思いながらこれから作っていきたいと思っています。本当外側から見てるだけなのでちょっとわからないんですけど、まあ、今回劇場も歌舞伎町で歌舞伎町だっていうことで、まあ、こう言っちゃっていいのか、なんかこう、まあ、なんかこうダークなだけどきらびやかななんか世界なんだろうなと思って、そこでちゃんと自分も生きていけたらなと思いますけど、はい、なんだろう、やっぱりこうカオスな世界を松尾さん 独自のカオスな世界を持ってらっしゃるから作るのが上手だし、なかなかそれをそこはそういう松尾さんのこう作り出すカオスの感じは他の人が真似できない感じがありまして、そこが魅力ですね。やっているとまたそこにこう巻き込まれていくので、若い本当に高校生ぐらいの頃はちょくちょく行ってまして、初めてディスコクラブじゃなくてディスコに行ったのが歌舞伎町のディスコでしたね。ちょっとそれはその頃お芝居の役で踊るシーンがあって、踊りをディスコで踊らないとって両親に言って、なぜか警察関係の知り合いがいたんですけど、その男の方と一緒ならいいよって言ってそういう歌舞伎町のでお寿司を食べた後にその一回りぐらい離れたそういう固い仕事をやってらっしゃる方をと一緒にディスコに行きました。でも今まで一緒にやっていそうで菅原さんとか一緒にやったことなくて、菅原英二さんこの拝見はよくしてるんですけど、あ、一緒にできて嬉しいと思っています。どれだけ歌舞伎町の女優になれるかっていう歌舞伎町のがに馴染んで、なんかこのそのお話をそこの歌舞伎町でやるっていうのは、歌舞伎町の話を歌舞伎町でやるっていうのは面白いなと思いまして、福助2024歌舞伎町目次録絶対見に来てください。あのすごいことになってると思いますんで歌舞伎町が、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。